どうもアリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。で今回は、前回に引き続き、今度は霊痕跡ダンジョンの方に行ってみたいと思います。編成は、エリクサーダンジョンで使った編成でまた行きたいと思います。砲撃陣形のレイチェルさん盾で、リナさん回復役で入れて、まあ、私の結構お気に入りの編成ですね。まあ、ルディが、普段だと先頭にルディとかケイドさんが来て、真ん中に回復役、今までだとカリンとか使ってたんですけど、で、盾役がいらないので、レイチェルさん先頭で行きたいと思います。じゃあ、それでは、スタートしまーす。あ、ちょっと待ってよ。これ、レイチェルさんでいいのかな？あれ？ちょっと待って。この、焼き、あ、ちょっと待って。これ無理。やばいじゃん。あ、これ、入っちゃまずいやつだ、これ。はい、入れないじゃん、これ。どうなってんの、これ。やばいやばいやばい。これは、レイチェル使えないな、これ。いや、もうレイチェル何もしてねえな、これ。レイチェル何もしてねえけど、なんか、とりあえず、あっと、なんか来てる。これ避けないとまずいな、これ。おっとっとっと、これ、どこに避けんだ、これ。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。危ねえ。レイチェル殴りに行こうか、ちょっと。あ、これ、後ろ大丈夫か。やべえ、ペット使おう。あ、これ、近接キャラ使えないですね、これ。レイチェル外さないと。でも、ちょっと、ダメージ入れたい。ああ、やられちゃった。あ、やべえ、やべえ、ちょっと待って、これ。これ、やべえ、やべえ。レイチェルさんこれ使えないわ。近接アタッカー使えないわ。まあ、とりあえず段階低いんでクリアはできましたね。あ、44個。あ、4個増える。じゃあ出て、そうですね、これ編成を変えましょう。まさかの展開。近接キャラもこれ使えないですね。この感じだと。使えないのかな。じゃ、報酬をもらっといて、じゃあ、リナさんを先頭にして、レイチェルさん外して、遠距離の攻撃か、回復役でもいいのかな、これ。セレナさんとかもありかな、これ。か、ノホさんなんですけど、ノホさんで行こっか。でも、回復大丈夫かな。大丈夫か。リナさんにちょっとでもあれだな、怒りをつけておきたいな。装備が、レイチェルさんの装備でいいか。あ、また怒りをつけたままにしてるな。まあいいか。で、さすがにリナさんやられちゃうとまずいんで、ああ、不死ついてますね。じゃあ、これでちょっと行ってみましょう。うん。危ない。じゃあ、12段階目ですね。じゃあ、行ってみたいと思います。まあ、戦力的にはこっちの方が上になってるんで、13段階目ぐらいまでだったらいけそうな気はする。さあ、リナさんだけずらしとこうか。さっきの直線の攻撃が来るみたいなんで、リナさんが耐久できるかが問題だけど。あと、これ、あ、これ後ろに行くのか、これ。あ、これ、ちょっと待って、これ避けれねえな。危ねえ。いや、ここ狭すぎた。ちょっとこっちに寄っとこうか。あ、結構連続で来るな。直線の攻撃。おっと、これはどこに避けるんだ、これ。あ、ここ安全地帯あった。あった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 、ペット使います。ペット使います。ちょっと待って、これ何？これ何これ？あ、これ何こいつ？こいつ何？え、これ何これ？これ何？なんか浮いてるけど。なんだこれ？あったった、なんか来た、来た、来たぞ、なんか。
あれ今なんか浮いてたような気がしたんだけど、なんかよくわかんねえな。とりあえずでも、あ、ここ後ろ入っちゃうな、これ。気をつけないと。直線も来るから、あ、なんかいるな、緑のなんかがやっぱりここに、左の方にいますね。なんだろう、これ。うん。あ、これ来た。これちょっと避けれる場所という、あ、後ろまで行けば避けれるのか。でもなんかこの後なんか、あー、これが来るのか。これが来るからあんまり遠くまで行くとやばいな、これ。とりあえずクリアはできたな。うん。なるほど。なんとなくっていうか、ちょっとギミックとかを考えないといけないけど、あんまり後ろに離れすぎるとやばそうですね。ただ戦力的には、こちらの方が上になってるので、じゃあもう一個行きましょうか。13段階目までは多分行けそうな気がするので頑張れば。13段階目の方も行ってみたいと思います。入場券。あ、ルビー使おうかな、これ。ルビーを一回割っときたいので、さあ、リナさん、こっちに置いとくか。あ、これ入ってるかな、これ、コゼットとか。あ、ちょっと待って、待って。あ、まずい。ペット使います。まずい。いや、ばらけてんな、味方が。あ、これ来た。これ、ちょっと待って。これ、あんまり避けると、これ、前に行かないといけないか、すぐ。あーっと、クリスがやられた。まずい。これまずいな。いや、これまずいな。いや。ちょっと待って、これ。立ち回りがやっぱり、微妙な感じになってんな。あーっと、後ろが狙われてるぞ、なんか。いや、二人で行けるか、これ。クリスが落ちてるけど。いや、ちょっと微妙に入ってんな、コゼットが。これなんだろう、この緑色のやつは。これなんだろう。それが、よくわかんないな。遠隔だったら、この溶岩みたいなところに入っていかないな、でも。あ、これちょっと待って、これちょっと待って。これ、避けれんの、これ。お、避けれる。あーっと、これ。まずい。あー、まずい。いや、これもう、リトライですね。リトライしましょう。一回出ましょう、これ。あれ、どうやってかわせばいいんだろうか？できるだけ、横に移動して、行く感じかな？の前に、ちょっと待って、これは怒りをつけた方がいいかもしれない。怒り、ああ、クリスに怒りをつけよう。いや、クリスなんかこれ、装備適当だな、よく見たら。ちょっと怒りが欲しい。怒りか不死が欲しい。あ、ルディさんのやつを一個もらって、あ、これも使っちゃおう。じゃあもうしょうがない。これをつけよう。オッケー。これにしましょう、もう。じゃあこれでもう一回行ってみましょう。うん。ちょっと立ち回りがあれだな。必要ですね、ここ。開幕でちょっとこうしといて、できるだけ前にしといた方がいいのかな。コゼットさんもうちょい前にして。あ、なんか変な攻撃。あ、これ避ける。
さあ、これ来た、これ来たら、あ、ちょっと待った、これ、これちょっと待った。いや、これ避けれるの、避けれてんのか、避けれてねえな、ペット使います。やっべえ。あ、これ入っちゃう、これ。これ避けて、こっちに行こうかな、ちょっと狭いな。あ、来たか、来たか、来たか、なんか、なんか来てる。あ、これは大丈夫。うん。この緑が何なんだろう、わからないな。あっと、やばいやばいやばい。これ何だろう。あ、来た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 。これちょっとやべえな。これやべえな。これちょっとうまく、これかわせんのか。あー、やべえ、入ってた。やべえ。まずい。まずいぞ。これまずいぞ。これまずい。動けない、動けない。まずい。いや、節が発動してるか。わあ、ギリギリ立て直した。立て直したな、とりあえず。時間的にはまだ1分20秒ある。いや、これ、これなんか単発で来てんな、攻撃が。あと1回あの攻撃が来るとまずいな。この外側来て、あ、直線来て、もう1回直線？いや、次はちょっとちゃんと、これなんだろう、これほんと。緑のこれ。あー、来た来た。あー、オッケー。ギリギリだけど倒せましたね、とりあえず。52個。おー。美味しいですね。うん。というわけで、若干ちょっと敵の攻撃パターンとかも覚えていかないと、次は勝てないですね、多分。というわけでまた14段階目以降はまた、まあ、編成とかも多分変える可能性あると思うんですけど、また別の日にやっていきたいと思います。じゃあ最後ガチャ回そうかな。キャラ召喚で、せっかくなんで、さまよい魂1000、単発だけ回したいと思います。へい。スルッと、あー来ないか。来てないな、これ。もうスキップでいいかな、これ。スキップ。あー、出ない。ちょっとまだガチャ回すか迷ってるんで。で、こっちは、ルディさんで、これは使っちゃおうかな。スルッと来い。いや、これも来てないな。スキップしまーす。あと2回いけるんで2回いきます。こういう時に、来ないか。スキップ。じゃあラスト、スルッと奇跡、来ないな、遅いんだ、だいぶ遅い。スキップ。残念。じゃああと装備も、あるな、装備も一回やって、これもなんか、取るスピードとかあんのかな、装備。わかんないんですけど。あー、これもうダメかな？たまに昇格するけど、はい、スキップ。じゃああとペットですね、ペット。あとは単発とペットもなんか伝説私もゲットしたので、なんかめちゃくちゃデロデロみたいな感じにはなってないな。スキップ。じゃあ10連ももらってるんで、サクッとサクッと出ちゃうんじゃないか、こういう時。いや、来ないか、全然昇格とか、ないね、スキップ。出ないな、ペットはやっぱり。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。